こんにちは、速稼塾の久保でございます。安定したですね、副業をお持ちでない方にまず一発目にやってもらいたいのがあるんですよ。それがスマホアプリでいうみんなの銀行ってやつですよね。このみんなの銀行っていうのはスタートした時に少なくとも1000円儲かる状態になってるんですよね。そして最大で30万円まで稼げます。この方法っていうのは非常に簡単で、まずね、みんなの銀行っていうアプリを Google Playとか、アップルストアでダウンロードします。で、ダウンロードした時に、プロフィールを入れる欄がありますから、そのプロフィールを作っていただく時に、紹介コードっていうのを入れてもらいたいんですよ。それからですね、やっぱり銀行なんで、これ福岡はフィナンシャルグループの作ってるアプリなんで、銀行のね、やっぱ本人承認っていうのが必要なんで、免許証番号などをちょっと入れていただきたいんで、免許証を手元に置いてみてください。そうすることによって、プロフィールは完成しますんで、完成したら1000円入ってます。すぐにね、ATM で明日にでももうお金を出せますんでね。で、1000円だけだったら美味しくないじゃないですか。だからこれを30万円まで広げてもらいたいんですよ。30万円までする方法っていうのは、ただ単純に私が今ここまでで1分ぐらいでお話したように、これはね、今度はあなたの紹介コードができますので、いろんな人にみんなのアプリをダウンロードしてもらって、で、プロフィール作成の時に自分の紹介コードをね、その方に入れてもらってください。そうすると、紹介コードを入れて新たにアプリをダウンロードした方に1000円。紹介したあなたに1000円って形で1000円1000円入るんですよね。これによって多分あなたは2000円になったと思うんですよ。これを繰り返すことによって2000円が3000円になって、3000円が1万円になって、1万円が10万円、そして最大では30万円で頭打ちってことになります。このね、1000円紹介キャンペーンっていうのは今まだやってますけども、いつ終わっちゃうかわかりませんのでね、ぜひ早く取り組んでいただきたいと思いますし、もしね、副業をさらに広げたいと思っている方は、ぜひね、メールマガジンやSNS 発信ですとかね、こうやって私みたいに YouTube を始めていただきたいんですよ。で、一番最初に投稿するネタとしては、みんなの銀行で最大30万円稼げますよ、みたいな形で始めるといいと思います。そして順次ですね、新しい儲かりネタを、例えば私のね、動画からゲットしてもらってもいいですし、そういうのを今度第2弾、第3弾で、情報発信のネタに使っていただければいいんじゃないかなと思います。その先にですね、今度は最終的には自分の商品を10万円、20万円で売っていくってルートが引けると思いますので、まず、取っかかりとしてね、副業がまだ、これといって決まってない方は、このみんなの銀行っていうのの発信を日々繰り返していけばいいんじゃないかなと思います。私の感覚だと、私は YouTube が主なんですけども、YouTube でみんなの銀行の紹介アプリを作ると、紹介をする動画を作ると、そのたびに1件か2件入るんですよね。で、そのうちに今はね、私、そのみんなの銀行の紹介動画っていうのが100本以上になってるんですけども、何も作らない日でも、その100本の動画の何かが見られて、で、誰かがダウンロードして1000円、2000円が勝手に入ってるっていう現象になりました。まあこれがね、自動販売機状態ってやつですけどもね、インターネットのいいところっていうのは、過去に働いた分も今日に反映されるってところですよね。ぜひ試してみてください。それでは紹介コードをお忘れなく。